こんにちは、皆様、深尾さん先生、ご親切なご紹介ありがとうございました。またオーストラリアのですね、国立大学、そしてまたですね DAT にもこの機会を感謝いたします。またの元坂と申します。内閣官房内閣審議会、審議官でございます。主な役割としては、国家安全保障局 NSS で経済安全保障政策アジェンダを監督することとなっております。まず NSS、 日本の政府の中ではかなり新しい機関でございまして、今年で成立10周年という新しい機関であります。他の国のですね、アメリカのような NSC のカウンターパートであります。また今年も10周年、 NSS の経済グループでありますけど、経済分野国家安全保障問題を扱うという役割です。約4年前に設立されました。経済のですね、安全保障問題というのは非常にですね、大きく扱われるようになりましたけれども、2024年のですね、戦略にははっきりと書いておりますけれども、経済の安全保障というのは私たちの国家安全保障に組み込まれているということであります。私たちの役割はコーディネーターをするというか、総合的なですね、調整機関を持つということでありまして、他のですね、この組織と毎日協力しております。そしてまたアジェンダをですね、促進するということ、それからですね、実施を促すということであります。この意味に対しまして、チームでありますから、内閣官房の職員と総務省、外務省、財務省、そして文部科学省、農林水産省等々の金融庁もそうでありますね、出向者で構成されるチームで、オールジャパン体制で取り組んでおります。経済産業省、メテ、それから防衛省、国家戦略局、金融庁などの執行者が入っております。これで経済安全保障の分野の課題の多くと取り組んでおります。また、経済安全保障そのものでありますけれども、2010年半ばでありますけれども、私は、TPP の交渉官を務めておりまして、自由貿易というのがですね、その時にはですね、非常に積極的に推進されておりまして、また FTA というのはですね、世界中で言われたものでありました。ほとんどですね、集中的に、ガッとウルガイラウンドを匹敵することですね、積極的に推進しされておりまして、この川瀬先生と一緒にですね、緊密に仕事をしておりましたけれども、現在は全く状況がですね、違うということがお分かりになると思います。これは私が、このアメリカで駐在しておりましたけれども、それでも同様でありました。7月までおりましたけれども、例えば10年前ぐらいでありましたらですね、日本アメリカというのは私一緒に何をやってる、オーストラリアのですね、友人たちとも仕事をしておりましたけれども、チームを作りまして、そして、例えばデータのローカライゼーションの禁止のルールを作るとか、ソースコードの開示の禁止などについて懸命に仕事をしておりました。日米が緊密に連絡しておりましたけれども、現在はですね、これらのトピックについて日米でもですね、さまざまな意見が見られます。この統一しているわけではありません。戦後最も厳しい、そして複雑な安全保障環境があります。国家間の競争の時代に直面しております。国家安全保障の範囲が、経済分野にまで拡大しております。そういう時代になりました。拡大して経済安全保障が、いわですね、バズワードバズっておりますね、流行語であります。私がワシントンにおりました時には、フリートレードっていうのはですね、 F で始まるあの言葉に似ていたかもしれません。その一方で、経済安全保障、それからですね、サプライチェーンがですね、で例えば、この破綻したとか、あるいはですね、経済の強制ということが言われておりますので、なんとかしなければいけません。一方では、実はですね、経済安全保障は何度や、何ぞや、この時はですね、確立しておりません。この過渡期にやりまして、自由貿易の推進が主流であった時代から、経済安全保障の時代へと移行する際に、何を私たちが抱えていく必要があるのかということを考えなければいけないと思います。解決する手段として、小さな庭、高いフェンスという概念が特にアメリカで議論されてきております。この言葉は、自由経済が経済安全保障の観点から規制されるのは、国家の安全保障を確保するために必要な小さな庭の中だけであるという考え方であります。
ですので、まあ、本当にですね、必要なことだけに規制は限るべきであるということです。国家安全保障というのは、まあ、そういう状態に鑑みまして、日本がですね、継続的な努力は日本の自立性を高めて技術的な優位性と、まあ、その必要不可欠性を確保することを目的としております。まあ、とは言いましても、経済安全保障には伝統的な意味での国家安全保障とは根本的に異なる側面があります。端的に言いましたら、さまざまなトレードオフがあるということです。その一例が競争。国家間の競争はより伝統的な、まあ、競争様式、すなわち国の内外の企業間の競争と同時進行しております。日本を含む先進国の経済的な担当を支えてきたのは、まさにですね、後者の競争でありましょう。国の内外の企業間の競争でした、日本を含みます。もう一つ注目すべきは、国家安全保障における国力の、まあ、この源泉というのはですね、ダイメット、外交、情報、軍事、経済、技術であります。経済がしっかりとしていなければ国家は強くなりません。一方、日本の経済力、そして技術力は自由経済と自由貿易によってしっかりと支えられてきたものであり、グローバルサプライチェーンの発展もその生産物の一つでありましょう。しかし、経済安全保障の名のもとに行動し、まあ、結局は守るべき経済技術を侵食してしまっては本末転倒でありましょう。牛の角を貯めて何とやらということでしょう。お気づきのように、スモールヤード、小さな庭に何を入れるのか、あるいは入れるべきなのかは、まあ、そう他の国にですね、過度な依存しなくていい、まあ、経済政策の武器化をしない、経済的な強制など目まぐるしく変化する国際環境に対応しなければいけないことも事実であります。じゃあですね、小さな庭何を入れるのか、入れるべきなのか、大きくても小さくてもですね、これは言うは易し、行うは難しいでありましょう。簡単な答えはございません。このような観点から見ると、日本は世界に先駆けて取り組むべきな具体的な対策、あるいは紛れもなく、まあ、まずコアと呼ぶべき対策を講じてまいりました。またコア要素ということ、まあ、小さなんですね、この庭に相当するコアであります。具体的な対策であります。また日本は新しい国家安全保障戦略を策定いたしました。まあ、国家安全保障の目的と戦略的なアプローチを定めております。非常に喫緊のものとしております。まあ、包括的な、まあ、国力のです、まあ、国際的にも非常に高く評価されておりまして、そして私たちはですね、パイオニアとしての役割を果たしていると言われております。4つの柱がこれにはあるわけなんですけれども、この法律はまず半導体とか抗菌剤などの重要な生産の安定供給体制であります。これが1つの柱。現在12品目が特定重要品目に指定されまして、事業者によります105の安定供給確保計画が認定されまして、国がいろいろな後押しを行っております。2番目、電気、ガス、水道などのライフラインの安定供給を確保するための制度であります。これには213事業者重要業種、まあ、これがですね、サービスの悪用されない中断を防ぐために一定の滞りがいる、そして審査を義務付けられております。3番目、重要なのは宇宙やサイバーなどの分野だと認識しております。指定された重要技術の開発を強化いたします。経営プログラムと私たち呼んでおりますけれども、50の重要技術が選定されておりまして、まあ、5000億円が計上されております。まあ、技術のですね、 R&D の支援のためであります。4番目、国家安全保障に影響を及ぼす特許出願の非開示制度であります。まあ、今は
まあ、国家安全保障に影響があると考えられた特許です。まあ、今は25の技術分野の特許出願が安全保障審査に指定されております。特許の、まあ、この4つの柱でありますけれども、今年5月をもって全ての実施段階に入りました。とは言っても実施したからここで終わりではありません。経済安全保障の枠組みが流動的であるように、日本の政策も進化し続けております。最近の一つの動きに5月の新しい法案の可決があります。この下で経済安全保障分野における新たなセキュリティクリアランスシステムが導入されます。今運用基準を策定中であります。セキュリティクリアランスシステムの運用において他の国の基準とも整合性を持たせることによって同盟国パートナー国との情報交換を円滑にし、日本企業が外国政府調達への入札をする機会を拡大し、また国際研究協力をさらに容易にすることを目指します。もう一つの取り組みが外国投資のスクリーニングであります。これは重要と申し上げたトレードオフへの対応となります。外国投資の促進は自由な投資の原則のもと健全な経済発展に資するものでありますが、合わせて経済安全保障上の懸念とのバランスを図る必要もあります。我々は常に自分たちのヤード庭をどこまで大きくするか、周りの柵フェンスの高さをどうするかの難問に直面しています。最近はサプライチェーンの確保と技術漏洩と軍事利用のリスクに対応する必要からスクリーニングをするビジネスセクターを追加しています。そのような中、同時に私たちは外国投資が日本において極めて重要である、経済を強化する上で重要であることを認識しております。経済のセキュリティインテグリティもまた重要な分野です。自由で開かれた研究環境は知的交流と交流によるイノベーションへの促進の上で重要であります。私たちの中核的な強みであります。また同時に今の国際環境を考えるに開放することに伴う技術漏洩などのリスクの管理も求められます。またこのようなリスクを管理することによって国際研究連携の可能性が開かれるものと信じます。そのため私たちは今大学を含む研究機関が研究セキュリティ対策を打てるようガイドラインを策定しています。ここにはデューディリジェンスなどが含まれ、研究開発に携わる企業の意識高揚も図られています。さてここでこの地域に目を向けたいと思います。申し上げた通り経済安全保障の確固たる定義はありません。この概念にはさまざまな解釈があります。その国の経済構造、また課題と認識しているものによって変わります。一つの経済安全保障政策が全てに適用することはありません。例えば日本が自然資源で完全に自給自足になることはありません。とはいえこの地域は巨大なサプライチェーンネットワークを構成しており、グローバル経済ともつながっています。日本は地域のサプライチェーンのレジリエンス回復向上と同志国の自立強化を重視しています。域内各国は一部特定の国に過剰に頼るのではなく、自国の進むべき路線は自分で決められるようフルに自らのポテンシャルを発揮しなければなりません。このことは今日の国際環境においてこの地域にとり極めて重要であると考えます。繁栄上重要です。
また国力の基礎をなす経済を強化する視点から日本は多国間貿易体制の重要性強化をが必要であると感じています。この、つまり大きな庭ないしは庭全体をカバーします。経済的依存を武器化する動きの中でルールベースの、国際経済秩序の強化がますます重要になってきています。今、現在このような傾向が強まる中で必要なことだと思います。また他にもやれることがあると考えます。例えばこの WTO のこれまでの体制のもと輸入する義務が議論のフォーカスとなってまいりました。しかし現代の文脈においてはもっとガット11条に焦点を当てることの方が有用かもしれません。ここには輸出する義務が書かれています。持てるものが持たざるものに提供するということです。また経済的威圧に対応するため国際協力も重要です。経済友好国との協力です。例えば G7 広島サミットの際には G7 諸国は経済的威圧に対する調整プラットフォームを新たに立ち上げることで合意しました。このような経済威圧に対し協調することを約束しました。これは単に G7 諸国だけの枠組みにとどまらず標的にされた他の G7 以外の国や地域への支援にも活用することで一致しました。これは一致法による統治を標榜する彼らの連帯を示す意味が含まれています。もう一つの取り組みはクアッドです。クアッドを通じ地域経済のレジリエンス回復力を高めるべく開かれた信頼できるレジリエントな 5G インフラの拡充と島嶼国への海底ケーブル接続を目指します。これによりこの地域がデジタル経済の恩恵をフルに享受できるようにします。我々はできる限りのことをします。また日本は AZEC アジアゼロエミッション共同体を推進しています。アジアの国々が脱炭素化の原則を共有し一緒になりエネルギー転換を促進してまいります。気候変動に対応しまた包摂的経済成長を促進しエネルギー安全保障を同時に達成することで地域のレジリエンスと自立促進を図ってまいります。最後サプライチェーンは国境を越えるため国際連携がこのレジリエンス回復力強化には必要です。重要鉱物を含む重要材料の調達の多角化途絶への対応において国際連携が必要です。今同志国と一緒になり例えば IPEF サプライチェーン協定クアッドそしてまた日米韓姿勢など3カ国の制度化努力を進めております。さてこれからもいくつか指摘し終わりにしたいと思いますけれども、さて従来型の安全保障と新しい安全保障の違い、後者の場合ですが民間セクターがメインプレイヤーの一つとなっています。その意味で私たちの取り組みはこの官民の緊密なコミュニケーションに上に成り立ってこそ効果を発揮することができます。ご存知のように日本の取り組みからも分かるように多くの国々は今すぐに対応しなければならない問題ないしは中核的な部分この小さな庭の中核的部分に注力しています。こういった努力が進むにつれこの先他の問題に直面することになるでしょう。例えばそもそもこのスモールヤード小さな庭の境界線どこに置くのか柵フェンスの高さはどうするのかそしてこの小さな庭の外つまり大きい庭をどのように管理すればいいのか等の問題です。これらはいずれも経済安全保障政策全体を構成するピースです。これはひとまとめで考えなくてはなりません。最後おそらく本日の
まあ、隠れたアジェンダとも言うべきでしょうか。本日シンパジウムのテーマは、この経済安全保障の時代において自由貿易はどのような役割を果たすかということではないかと思います。つまり、自由貿易はまだ死に絶えていません。私がかつてワシントンに赴任しておりました時、当時自由貿易を標榜していた人々が経済安全保障の専門家に転換する変身するのを見てまいりました。しかしアメリカを離れる前気づいたのは、彼らはこの自由貿易もまだこの時代に、経済安全保障の時代においても役割を果たすべきものがあると議論するようになってました。つまりこの F ワードまた静かに使い始めていたと感じていました。その意味で本日のシンポジウムは極めて重要であり、時期を得た、また画期的なシンポジウムになると思います。私たちは、政府としてはこの民間セクター、学術界のニーズに注意を払わなくてはなりません。それによりより良い政策を策定し実施できるよう学んでいかなくてはいけないと思います。ですので本日の議論から多く学ばせていただければと思います。ご清聴ありがとうございました。